今日はね、希望のシャツ、希望着てるぜ。 Alright. Anyways, let's start. 今日はね、今このビデオでちょっとワークが入るんだけど、大好きでワクワクすることを仕事にしていると、めちゃくちゃやりがいを感じるっていうことをお話ししたいんです。で、なぜやりがいを感じるかっていうと、 Alright. ちょっと大好きなことでワクワクすること、これを英語にするとラブに変わるんだよね。だから大好きでワクワクすることを仕事にしている人たちは They do what they love for work。 もうラブが入ってるんですよ。で、ラブが入ると面白いことになるのね。やってる仕事が自分より大きくなるっていうメリットもあるんですよ。 Alright, so let's go back to Steve Jobs、ね、Steve Jobs のスタンファード大学で卒業式にさ、大学生にさスピーチを言ったの、聞いたことある人？ Alright, ここにいる皆さんは聞いたことあるんだけど、実はね、スピーチを日経新聞とかなんか日本語のサイトで通訳するとちょっと間違えてるのね。で、なぜかというと、その日本語の文章は親切すぎるの。本当の英語の意味は上から目線で下の人に話してたみたいな感じなんだよ。で、ちょっとクリスが通訳していいところを見つけました。 Alright, Steve Jobs、 いきますね。Do what you love. Alright? あなたは愛せる仕事を見つけなさい。仕事でも恋愛でも同じです。仕事は人生の一大事。やりがいを感じるためのただ一つの方法は素晴らしい仕事だと心の底から思えることをやることなんだよ。そして偉大なことをやり抜くただ一つの道は仕事を愛すること。愛せる仕事がまだ見つからないんだったら探し続けるんだよ。決して立ち止まってはいけないんだ。本当にやりたいことが見つかった時には不思議と自分ですぐに分かるはず。愛せる仕事は素晴らしい恋愛と同じように時間が経つごとに良くなっていくものなんだ。だから探し続けてください。絶対に立ち尽くしてはいけません。こんなことスティーブ・ジョブズが言ってたんだよね。で、ウォーレン・バフェットって知ってるかな。ウォーレン・バフェット、世界3位の億万長者。もう今朝ちょっと調べてたのね。ウォーレン・バフェット、昨日だけで772億儲かったっていう人で、まあ、世界3位投資でやったんだよね。で、彼は1965年にバークシャー・ハサウェイっていう会社の社長になって、で、この2015年までの間に、まあ、普通のストックマーケットが、まあ、右肩でしょ、ストックマーケット S&P って500っていう、まあ、アメリカのトップの500のラインが140倍しか、1965年から2015年までしか上がってないんだけど、彼の場合は彼の会社の株が2万倍上がったという、まあ、結構歴史的な人物なんだよね。で、彼の大好きで好きなことは、もう自分の好きなもの、専門のものしか投資しないよね。いろんないい話が来るんだよ。こういう投資しようよ、こういうビジネスがあるからって言って、彼はノーって言って、俺は自分が大好きなことにしか投資しないんだ。で、これ俺大好きなので、すごい成功した人なんだけど、彼のクォートがあるんだよ。クォートっていうのは彼が言ったことね。はい、自分がやりたいことをしないといけない時が必ず来るよ。仕事は大好きでワクワクすることにしな。朝はベッドからジャンプして起きるよ。履歴書のためとか肩書きのために嫌いなことを仕事にする人を見ていると気は確かかって思ってしまう、まあね、やっぱ大好きでワクワクに愛が入ってくると結構仕事が変わってくるんですよ。で、愛することを仕事にするとその仕事が自分より大きくなるっていう時もあるんだよね。で、もう本当に死ぬ前に人生は俺これやったんだみたいな感じで、すっごい大切な、なんていうのかな、誇りになると思います。 Alright. でさ、三方よしって聞いたことある人いますか？三方よし、 Alright. 知ってますね。このチームは知ってる。江戸時代の商人さん、近江商人っていう人がいたんだけど、彼が最初に言った言葉なんだよね。アメリカではウィンウィンっていうね、スローガンが流行ってるんだけど、実は日本はもっとそういうのがあったんだよね。で、三方よしって言って、売り手よし、買い手よし、世間よしっていう、すっごいシンプルなことなんだよね。で、どういうことかっていうと、売る人、物を大好きなことを仕事にしている人
この仕事を通して自分が幸せになるわけよね。だから自分が幸せで、それを買った人も幸せになるわけよ。で、そうするとビジネスが生まれるでしょ。で、世間も幸せになっていくのね。で、世間が幸せになるっていう理由は2つあるんだけど、一つはやっぱり幸せってバイブレーションなんだよね。実際に幸せのバイブとかあるじゃん。だから例えば僕がクラフトビールのメーカーね、でもビールが大好きなやつわけよ。もう人生俺を命をかけて世界一うまいビールを作って、でこれを、ね、誰かに届けてその人に喜んでもらいたいっていう願いでそのビールを俺作ってるわけよね。で例えばあなたが俺のところに来て、俺がさ作ったビールを買ってくれるわけよ。で飲んで喜んでくれるわけよね。そうすると俺はめっちゃ嬉しいわけよ。飲んでくれてありがとう、いやー本当に幸せだよって。で飲んだあなたもこれマジうめえじゃんみたいになって幸せになるじゃん。でニコニコしてる人が2人いたら、他の人が来てもなんだこいつらなんかニコニコしてるなって言って、そいつも幸せになるみたいな感じで、そのハッピーのバイブレーションがね、石を池に投げるとポワーンってさバイブレーションが広がっていくでしょ。そういう面もある。でも実は GDP と税金っていう意味もあるのね。僕がビールをあなたに売ります。例えば1000円で売るとしよう、ね、でそうすると税金がつくでしょう。 8% の税金が、すると僕の給料とか会社から税金を払わないといけないよね。だからこの1000円の本当に20から、まあ、会社とか品にものによるんだけど、20から 40% が、まあ、お国に行く場合もあるわけよね。40はちょっと高いんだけど、 20% とかはお国に行くわけよ。僕は好きなことをやってて、相手も好きなものを買って、でお国にお金が入ってくるんだよ、税金として。でそのお国に入ったお金で病院を立ち上げるとか、もっと道路を良くするとか、ね、高齢者とか子どものサポートをもっとできる幼稚園を作るとか、そういうふうになっていくんだよね。だから実はお国って税金に頼ってて、税金っていうのはビジネスからも来てるわけよ。だから本当に売り手よし、買い手よし、世間よしっていうのは深いの。今の時代のビジネスっていうのはやっぱりその自分も幸せになって相手も幸せになれるっていうところ、自分が好きなことをできてそれで幸せな生活ができるっていう、そこだと思うんですよ。で、まあ、普通のビジネススクールとか、ね、MBA とか行くと、ね、どうやって儲かるのかって、でこのプロダクトがあってどうやってじゃあバックエンドつけて儲かろうかとか、ね、その儲かることに、ね、集中してると思うのよ。 MBA 行ってたらじゃあ工場のコストをどうやって下げようか、どうやってもっといいローンを組めて後払いで残して入って、で MMA とかマージャーとか、でその売り上げをすごい考えてるんだけど、やっぱり僕が広げたいっていうか説明したいのは、そういうこと考えないで自分がやったものでどうやって相手が幸せになれるか、そこが大きい秘密っていうかヒントっていうか、なんか大切なことだと思うんですよ。Alright, so my point, the takeaway of this video is, right? 大好きなことで生活していくっていう時はお金儲けとかを考えないで、まず最初は自分ができることでどうやったら相手が幸せになれるか、どうやったら相手が喜ぶか、または相手のなんかね心配しているところがなくなるとか痛みがなくなるとか、そこにフォーカスしてください。 Alright, じゃあ今日のワーク、このビデオのワークに入りましょう。このビデオのワークは自分ができることで相手の悩みがなくなる、相手が喜ぶ、相手が幸せになる、自分ができることで相手が幸せになること、これを5つ書いてください。 Alright, で小さいことでもいいです。ね、例えばの肩のマッサージとか、その現実的に全然考えなくていいからね、5つ書いてください。ちっちゃいことでもいい。でまだうまくないけどっていうことも大丈夫で、あとひょっとしたらまだやったことはないんだけどやってみたいっていうこともありです。5つだからね。でできる人は7つ書いてみてください。 Alright? じゃ次のワークも入りますので、今すぐこのビデオを止めて5つ書いてください。書いてくださいね。止めてよ、本当、止めた？待ってるよ、流れてるじゃん。 OK, alright, write 5 things and get back to me and pause.
どう5つ書けたかな、7つ書けた人もいると思うんだけど、この次がね、その自分がそのなんか一つのことをやっててね、で相手が幸せになって、でそれで自分が生活している姿をイメージしてみてください。全然現実的にお金がさ、このサービスだったら生活できないよとかをちょっと頭から置いといて、でもしできたら、もしなんか自分で喜んで、で相手も喜ぶことができて、それをできる人生だったらどのような毎日になる、それをイメージしてみてください。じゃあね、それをどうやって現実にやるかっていうステップバイステップでこれから説明していきます。 Alright, I'll see you at the next video. お疲れ。希望。